はいっす、こんにちは。えー、っとね、今日ね、えー、っと、まあ、ちょっと皆さんに、あの、まあ、重大発表っていうことでね、えー、っと報告しようと思うんだけれども、えー、っと、ちょっとね、俺、引っ越そうと思います。うん、この部屋から、えー、近いうちに、えー、別のところに引っ越そうと思ってますね。で、その、それが、なんでかっていう理由を話そうと思うんですよ。俺ってここに越してきて、まあ、まだ3、4ヶ月じゃないですか。 じゃあなんで本当にそんなちょっとで出てくるのかっていう話なんですよね。だってね、敷金とか礼金とかもろもろいろいろ無駄じゃないですかね。で、えっと、まずね、えっと、ま、俺のその生き方の大前提っていうのを話そうと思うんだけど、ま、俺のその人生の目標って何かっていうとの、楽しく生きるっていうことなんですよね。もう楽しく生きるっていう、これだけなんですよね。うん。でじゃあこれを前提としてみんなに、 その、なんで引っ越すのかっていうのを聞いてほしいんだけれども、えっと、この部屋に住んでると、その、楽しく生きるっていうことが、えっと、できなくなってしまってるなっていうことなんですよね。あの、この部屋が悪いとか、そういうことじゃなくて、俺自身がこの部屋にいると良くないって思ってるからなんですよ。で、えっと、じゃあちょっと先に、えっと、まあ、知らない人もいると思うんで、俺の部屋のスペックを簡単に話しておくと、まあ、かなりいい物件なんですよね。 えっと、まあ、家賃は2.5万。で、えっ、ー、と、18平米の6畳。で、えっ、ー、とー、まあ、駅と歩う。まあ、5、5、6分かな。頑張って5、6分。で、えっ、ー、と、新宿まで、もちろんあの乗り換えはしなきゃいけないんだけど、まあ、あのー、1回乗り換えて、えっ、ー、と、行けるっていう、まあ、3、40分かな。3、40分かかるんだけど、行ける、えー。ただ、えっ、ー、と、お風呂はついてない。っていう、えっ、ー、と、物件なんですよね。 で、と、内装を見ておいてほしいんだけど、こんな感じなんですよね。最初入った時は、まあこんな感じの普通の和室だったんですよね。まあちょっと昔ながらの和室じゃないですか。ただ俺これをリフォームして、まあこんな感じでかなり綺麗にして、今住んでるんですよね。で、えっと、2.5万でこんな感じ。ま風呂はないとはいえ、結構物件的には相当いいとは思うんですよね。 じゃあ、えっ、ー、と、まあ、かなりメリットはあるじゃないですか。やっぱさ、住む、人間が生きていく上でさ、家賃って一番高いものだと思うからね。でさ、えっ、ー、と、じゃあ、えっ、ー、と、前提、じゃあ、話を戻して、えっ、ー、と、なんでこの部屋に住んでると、まあ、俺のその目標である、まあ、楽しく生きていくっていうことができないのかっていうと、もうその結論は一個で、えー、この部屋に住んでると、俺が怠けちゃうっていうことなんだよ。 めちゃめちゃ怠惰になっちゃうっていうことなんですよね。で、えっと、じゃあこれどういうことかっていうと、俺の中での、その、楽しく生きるっていうのは、その、怠けて生きるっていうことじゃないんですよね。やっぱ、んここにいると怠けちゃうんですよ。で、なんで怠けちゃうのかっていうと、その、頑張らなくても生きていけるからっていうのが結構、おっきいんですよ。とにかく、あの、家賃が安くて、あの、頑張る気力がなくなっちゃうっていう話なんですよね。 しかもあの結構ね仕事特に一番良くないのが仕事なんだよね仕事にもかなり慣れきってしまってるからサボってないけどサボっ1ミリもサボってはないんだけどただこっからもっと良くしようみたいなそういう若い時の熱い気持ちが消え去ってるっていうのがあるんですよねだからまあそういう熱い気持ちなしでもここだとなんとなく今時間をこう浪費しながら生きていくっていうことをしちゃってるんですよ じゃあ、そのさ、俺が楽しいって思うことって何かっていうと、それはね、結構ね、新しいことに挑戦してる時に、時が一番俺楽しいって思うんだよね。まあもちろん、あの、新しいこと始めて成功することばっかじゃないから、まあ失敗したりね、で、たまにうまくいったりして、で、そういう、その、成長を楽しんでいくっていうのが、俺好きなんですよ。それが楽しいことなんですよね、俺の中で。 で、俺ってね、その、もう今はゲームあんまりやんないんだけど、まあちっちゃい時結構ゲーム好きで、まあ特にドラクエのね、ドラクエ3と4が好きだったんですよね。ドラクエ3とドラクエ4がめちゃめちゃ好きでやってたんですよ。で、まあさ、ドラクエってまあみんながやったことあると思うけどさ、まあ雑魚敵をこう買って、で、経験値とあとゴールドを貯めて、で、まあ武器屋で新しい武器を買って、 で、えっと、今まで倒せなかった敵がた倒せるようになって、で、ダンジョンをクリアして、で、次の街に行く。で、どんどん課題が出てくるから、それをクリアしていくっていうのがドラクエって楽しいじゃないですか。あとは新しい技をさ、覚えて、その技を試してみたりっていうのがすごい楽しいじゃないですか。これだから、あの、ドラクエってすごい好きだったんですよね。まあ、苦労して、クリアして、次の街に行くと、新しいイベントが待っててっていうのが、俺、すごい好きだったんですよね。 ただ、そのドラクエをやってて、めちゃめちゃつまんないなって思った時があったんですよ。それってね、その、この例えがみんなに通じるかわかんないんだけど、そのドラクエ4で、4の話なんですよ。あのデスピサロがボラスボスの話なんですよね。で、そのドラクエ4で、その次の街に行けなかったことがあるんですよね。っていうか物語が進まなかったっていうタイミングがあったんだよ。それってどういう時かっていうと、そのドラクエ4の第2章で、そのアリーナっていう、 あの、主人公が出てくるんだけど、そのアリーナって、まあ、お姫様なんだよね。で、お姫様だから、えっと、お城の外に出れないわけなんですよ。で、お城の外に出れないから、その、最初に、ね、お、お城の外に出れないから、結局、その、ずっとお城の中に閉じ込められてるんだよね。お城の中に閉じ込められて、この、同じ人と話して、で、えっと、 同じことをずっとやるっていう、めちゃめちゃつまんないタイミングがあるんですよね。で、えっと、その当時俺小学生だったから、小学生でネットもないし、その、その時に流行ってたドラクエがドラクエシック5とか6だったから、こうやってる人なんていなかったんだよね。だから攻略法もわかんないから、俺2週間ぐらいそこで詰まっちゃって、もうずっとアリーナはお城の中でこうぐるぐるしてるわけなんですよ。冒険に行けないわけなんですよね。 で、結局探、探し、探しきれなくて、そこでもうやめちゃったんですよね。うん。まあ、ただ、えっ、ー、と、ドラクエ4はその1ヶ月後ぐらいに、攻略法が分かって、お城の人全員に話しかけて、扉をぶっ壊すと、外出れるっていう <laughs>、単純なやつだったんですけど、小学生の俺はそこでずっと詰まっちゃったんですよ。あちなみに、ファミコン版のドラクエ4ね。うん。す、あの、プレステとかじゃないからね。ファミコン版のドラクエ4ですからね。そう、あの、クリフトの AI が、あの、アホっていうね、あの、噂のやつですからね。 で、まあまあまあ、それで脱出できたんですよね。で、脱出できてようやく敵と戦って冒険ができるっていう状態になって、それで楽しくなったんですよね。で、ここで考えてほしいんだけれども、その何がきつかったかっていうと、なんか次の展開に進めなかったっていうのが一番辛かったんだよね。あの、ずっとお城の中に閉じ込められて、まあ何のその課題というかさ、その試練も与えられず、ずっと平穏にお城の中で過ごしてるっていうのがつまんなすぎたんだよね。 で、これって現実世界にも当てはまってて、で、えっと、まあ、今の俺の状況っていうのを話すと、えっと、まあ、仕事はしてる。で、動画を撮るっていう趣味もある。で、株っていう趣味もある。で、まあ、いろいろやってはいるから、まあ、一応、こう、生きれては、まあまあ、それなりに怠惰ではあるけど、楽しくは、怠惰ではあるけど、まあ、なんとかやれてるんだよね。でしかも、家賃2.5万だから、う 仕事をめちゃめちゃ頑張んなくても、暮らせちゃうっていうのがあるんですよね。で、そのサラリーマンだったらわかると思うんですけど、その同じ仕事ってさ、ずっとやってるともうルーティン化するじゃない。最初って仕事って覚えないといけないから、まあ難しかったり、楽しかったり、それが楽しかったりでもあるんだけど、もう長くやってるともうルーティン化しちゃうじゃない。ね、特に中小企業で働いてる人って、同じことの繰り返しになっちゃってると思うんですよね。それが、えっと、まあ楽ではあるんだよね。 楽ではあるんだけど、俺それにかまけて、結構怠惰になっちゃってるんだよ。もう別に成果出てないわけでもないし、サボってるわけでもないんだけど、ただ自分の中でもうちょっとできるなっていうのもあるんだけど、怠惰になっちゃってるんだよ。しかも、うん、頑張れば給料ってまあもちろん上がるもんじゃん。ただ、その俺2.5万の家に住んでると、別に上げなくても普通に住めるっつうわけなんですよね。で、それが俺の怠惰に拍車をかけてるっていうわけなんですよ。 でさ、よくさ、その人ってさ、その身につけてるものとか環境によってさ、この性格って変わってくるっていうじゃないまあ、例えば俺仕事の時にさ、あの、まあちゃんと、えっと、ノリのついたね、シャツ着て、えーまあ、今は暑いからスーツ着ないけど、まあスーツ着て、でちゃんとネクタイもして仕事に行くじゃない俺結構その仕事に関しての身なりっていうのは気を使ってるから、まあその仕事ではまあ、 あちゃんとしてる感じではあるんだよね。見た目って意味ね。見た目ってあの、かっこいいとかかっこ悪いとかっていう意味じゃなくて、えっと、社会人として大丈夫かっていう服装の意味では、まあ、結構ちゃんとしてると思うんだよ。うん。だから、その、まあ、一応自信を持ってこう仕事っていうのはできるわけなんですよね。だから、その、仕事中っていうのは、あの、ちゃんとした服装とかをしてるから、一応モチベーションも高く保、保てるわけなんですよ。ただ、仕事が終わって <laughs> 家に帰ってくるじゃないですか。 そうすると、家賃2.5万の家で、まあ、暮らせてはいるけど、しかも風呂なしか、ってなると、モチベーションって自然と落ちちゃってるんだよね。落ちてるっていう風に感じたことはないんだけど、なんとなく落ちてる感はあるんだよね。うん。でさ、その昔の、昔さ、俺実家に暮らしてた時にさ、そのどんな家がいい、に住むのがいいかみたいな話をしてたじゃないですか。その時に、まあ、3万ぐらいの安い家に住むか、 まあ、その時に、その安い家に住むか、それとも、ちょっと背伸びして、えっ、ー、と、いいところに住むか、どっちがいいか、みたいな、その動画を出したら、まあ、いろんな意見が出て、その中で、ちょっとね、俺、目を引いたコメントがあって、それ何かっていうと、えー、まあ、私はもちろん、えー、ちょっと背伸びしたところに住むのがいいと思います。えっ、ー、と、理由としては、えっ、ー、と、いいところに住むことによって、まあ、まず環境が変わりますと。 ね環境が変わってるから、自分のモチベーションも少し変わってきますと。でさらに、その人っていうのは、その環境に自分の方を合わせようとするから、自分のレベルよりちょっと高いところに住むことによって、自分自身がその家に見合うような男になろうと思います。そうすると、仕事も頑張れるし、私生活も頑張れるようになるから、えっと、おじさんにとっては、えー、まあ、プラスになることが多いですよっていう風な意見が来たんだよね。 俺これ結構、その時も、あ、確かにって思ったんだけど、でも今、ここに住んでるわけじゃん。住んでみて、その人のね、言ってることが分かったよ。うん。俺ね、やっぱ2.5万のね、男にね、なってるね。うん。まあ、どういう意味か俺もよく分かんないんだけど、なんて言うんだろうな。もうちょっと頑張れてもいいんじゃないっていう感覚にはなってる、正直。だからね、その、俺ってやっぱいろいろ頑張りたいなっていう思いはあるから、 そこの環境に身を置いた方がいいのかなっていうのがあるんですよね。で、もちろん、ここの部屋が、あの、悪いとかって言ってる、言ってるっていう意味じゃないから、悪いとって言,う言いたいわけじゃないからね。俺には、俺のそのメンタリティ的にはちょっときついっていう話なんですよね。その俺ね、ここに来た当初っていうのは、まあ結構まったりスローライフ。うん、まあお風呂はないけど、ジムで浴びればいいし、 で、内装はちょっと汚いけど、まあ汚くないか。まあ和室だけど、自分でその洋室に変えればいいかっていう感じで、ちょっと、あの、まったりスローライフっぽいじゃん。ねえ。牧場物語っぽいじゃないですか。うん。牧場物語ってめっちゃ昔のゲームのことで出したけどさ、今だとつ森か。つ森も古いかわかんないんだけどさ、まあとりあえずスローライフっぽい生活を送れるなと思ったんだよね。うん。 ただ、その、今、俺がやってるっていうのは、まったりスローライフじゃなくて、ただの怠惰になってるんだよね。うん。安いから <laughs>、安いからそれでいっかみたいな感覚になってる。だから、俺の部屋っていうのは結構みんな突っ込むけど、えっ、ー、と、カーテンはないし、まだ家具も買ってないんだよね。で、冷蔵庫もない。で、飯は外で食ってると。これって怠惰以外の何者でもないじゃないですか。当初の俺っていうのは、まったりスローライフをしたいから、 ここを中をきれいにして家具もちょっと買って家で料理しようっていうふうに思ってたんだけどそれがなくなってるんですよなんでかっていうとそれをやらなくても生活できるからなんですよねベッドなんてなくても俺は寝袋で寝ればそれでいいとでカーテンなんてなくてもその網戸っていうかこのガラガラっていうのがあるからそれ閉めたら光も入らないから大丈夫だとじゃあいいじゃんみたいな感じでもう怠けてたんですよね だから俺がやってたのは、あのー、スローライフじゃなくて、本当怠けなんですよね。牧場物語だってさ、牧場を作るために働いてるからね、うん、俺は牧場物語で何も動かない人みたいな、そんな感じになってるわけなんですよ。で、そっから抜け出さないとなっていうことで、引っ越さないとなって思ってるわけなんですよ。で、もちろんこの部屋でめちゃめちゃうまくいく人もいると思うんだけど、それはめちゃめちゃ意志が強い人だよ。 本当に多分芸術家とか小説家とかもう自分の中に一本どでかい芯がある人しかできないと思う。うん、ここに飲まれちゃうよね、やっぱり。うん。だから俺には無理だった。っていうのと、あとはね、もう一個あるのが、その、騒音問題なんですよね。隣に人を越し知ってきたじゃないですか。ここ木造だからやっぱ生活を響いちゃうんですよね。 で、その、もちろん集合住宅だから、うん、生活音出るのはいいんですよね。で、しかも、動画撮るなんてさ、普通のその生活音じゃないから、俺の方が控えないといけないわけなんだよね。で、その控えた結果、その、今、キッチンで撮ってるじゃないですか。キッチンだと、熱くは話せるんだけど、ちょっとちっちゃめになっちゃうんだよね。で、本当の俺の熱い話っていうのは、そっちの部屋で、めちゃめちゃ、 ビッグボイスでやりたいわけなんですよ。でも、ここだと、キッチンでこう、狭くなっちゃって、厚さもちょっと低くなると。で、しかも、やっぱ、いくらキッチンと言わえ、まあ、つながってるわけだから、ちょっとトーンを落としめになるんだよね。俺ってさ、やっぱ感情的な人間ではあるから、その、言葉にこう、感情を乗せてみんなに伝えたいわけなんですよね。それができないっていうのが、結構辛い。し、 うーんやっぱ俺が動画撮影して少なからず声って漏れてると思うから、それで相手に迷惑をかけちゃうのもちょっときついなみたいな思うね。あ、もちろん今相手のせいみたいにしたけど、あの俺が勝手に引っ越したいだけだからね。うん。それは後付けみたいなもんだから、そこはちょっと省いてもらったらと思うんだけどね。やっぱり騒音っていうのもあるから、まあ引っ越さないとなっていうのもあるし、あとね、うん。っていうのも大きいかな。まあ、一番は、もうちょっとね、自分をね、その、 もうちょっと頑張ろうっていう意味でも引っ越したいっていうことっすよね。うん。で、えっと、ここでさ、その、まあ多分意見出てくると思うんだけど、まあおじさん、その給料低いけど大丈夫っていう話出てくると思うんですよね。これはまた別の動画でできればと思うんだけど、最近ね気づいたことがあって、お金ってね、使うためにあるなって思ったんですよね。で、それ何かっていうと、ちょっとね、あの、ツイッターで面白いねあ、X で面白い動画発見して、こんな感じなんですよ、ドン。 で、えっと、これ、この動画って何を伝えたいかっていうと、そのお金を追い求めてると、俺の解釈ね、俺の解釈なんだけど、お金追いかけてるまま置いちゃって、最後死ぬだけだよっていう話なんですよ。だって死ぬ時にさ、数十億持っててもしゃあないじゃん。で、若さ取り戻せないんだよ。だったら今若い時に使おうよっていう話だよね。で、 えまあちょっとね、こう、そうすると、またちょっと突っ込み入ってくると思うんだけど、俺、じゃあ株売って現金にして使えばいいじゃんっていう話が出るんだけど、それはしないんだよ。なんでかっていうと、俺、テスラは、あれはお金のためにやってるわけじゃないからね。もしあれ、本当に俺がお金のためにやってるんだったら、俺今すぐ現金化して、インデックスに入れてるよ。うん。で、前も、その、コメントで書いてくれた人いるんだけど、えっ、ー、と、おじさんもし1500万ぐらい、 現金あるんだったら、それインデックスに入れて、サイドファイヤーできるじゃないですか。数年後にっていう意見出たんだけど、確かに、つつましくやればできる可能性はあるよね。でも、俺はしないんですよ。なんでかっていうと、テスラは、あれ、俺の夢で趣味だからね。趣味で応援してるところだから、もう阪神タイガースだからなんですよ。阪神ファンからさ、阪神ファン、阪神ファンから阪神タイガース取ったら何本残んないじゃん。だから、俺からテスラを取ると、多分半分ぐらいなくなるっていう話だから、 自分の体半分売ることってできないでしょそれと同じだから売らないっていう話で。じゃ、ごめん、話は戻して。えっと、今ちゃんと給料は俺入ってきてるわけなんですよね。で、その給料を俺2.5万のところに入っ、こ2.5万のところに住んでるっていうのも、ちょっと貯めたかったからなんですよね。<laughs> 株で大損したりさ、ちょっと増えたりしてるのにさ、給料貯めるっていう意味わかんないことしてるわけなんですよ。 俺もこれをなんでしてるか分かんないんだけど。でも、あのー、この動画を見たら、結局お金ってさ、使ってなんぼじゃないですか。だったら、俺ちゃんと働いてるよ。ちゃんと働いてる給料分で、もうちょっといいところにね、えっ、ー、と、住んでも、バチは当たらないんじゃないかなっていうふうにね、思ったわけなんですよね。だから、あのー、おじさん2.5万のところから住んで、安月給なのに大丈夫だよ、大丈夫なのっていう人もいるかもしれないんだけど、 えっと、そこはね、自分の給料の中で住める範囲で、えー、過ごそうと思いますね。うん。で、実際ね、どういうところに住むかっていうのは、ちょっとね、またすぐ動画出すわ。ちょっとこれもすぐやるわ。うん。なんかね、燃えてきたよ。うん。まあね、えっ、ー、と、まあもちろん、給料で住める範囲の家に住むから、すげえ、借金とかして、ローン組んでいいところに住むとか、そんな絶対しないからね。そこはわきまえてるからね。ちゃんと自分の 身の丈にあったところで、せめてお風呂はね、ついてる、鉄筋のところではね、住もうかなっていうふうには思ってますね。ということで、今日も、えー、で、ここまで見てくれた人をぜひ、えー、とチャンネル登録してください。えー、最近はずっと株の話ばっかだったんですけど、まあ、今日はね、久しぶりに自分の株以外のことも話せたんで、こういうふうに俺の人生全体を話していこうと思いますんでね。ということで、今日もありがとうございました。バイバイ。